すごい。メンバーなのにスーパーチャットしてくれるっていう。ありがとうございます。大悟さんこんばんは。本棚の下の猫ちゃんの通り道の横にある歴史の方を教えてください。日本史の考古的な勉強方法を教えてくださいってことなんですが。あ、これ?これですか?これはですね、漫画でわかる、日本の歴史と漫画でわかる、世界の歴史っていうですね、漫画の本ですね。はい。よいしょ。こういう、なんか6000円ぐらいのセットなんですけど。あれ?こんな感じ。文庫本の漫画が入ってるんですよ。で、なんでこれ買ったかっていうと、歴史ってね、僕はね、はっきり言いますけど、教養ってあんま好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、使えない知識って僕意味ないと思うので、そう、趣味としてはいいと思うんで、じゃあ、歴史をどう使うかっていうと、これ歴史の漫画もそうだし、歴史書でもそうなんですけど、こういうのを読むことによって、ストーリーの作り方がわかるんですよ。だから僕は普通に漫画で読んだりとか、普通に歴史の本とかも読むんですけど、なんで読むかっていうと、ストーリーが欲しいからです。このストーリーテリングで人を動かすってことをするためには、やっぱり人類が本当に経験してきた歴史なんてのはリアリティが抜群ですから、そういうものを使うためにやりますね。だからそういう意味で言うと、僕はそうやって勉強します。どうやって使うかを考えますね。だから日本史の効果的な勉強方法っていうのは、使える勉強方法ということであれば、ストーリーテリングのですね、教科書として使うっていうのがいい方法かなと思っております。はい。